スケ国営放送ムンスケ国営放送。はいどうも皆さんこんにちは、ムンスケです。好きなユニバのアトラクションはスパイダーマンです。よろしくお願いします。はい、マザーズデュエリング疑惑入った後のマップですね。初めて来ましたね。さあどんなマップになっているんでしょうか。まずは発電機回していきます。カルマーちゃんとには会うことができるんだろうか。はい、本日のパーク構成は警戒、癒しの輪、鉄属、レッドハードの4個です。姿は誰やろう。スカルマーちゃんとじゃない？あ、スカルマーちゃんと来たー。初めてマッチしました。スカルマーちゃんとのね、能力やら持ってきた新パークやら何の情報も入れておりません。全く無知な状態でどれぐらい戦えるのかやっていきたいと思います。いやー楽しみですね。なんかこういう中に入ったらあかんっていうことだけはね知ってるんですけどね。癒しの輪をどっかに作っていきたいかなっていうのもあるけど、まずは発電機直していこうと思います。証明する苦痛がない。このジェイクさんがねなんか黄色い丸がついててどういう動きするのかちょっとね見とこう。ほう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 、何かを取りましたね。救助いきますよ。危ない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 。はい、半分までに救助は通していく。回復いる？いらん？自分でやる感じね。 OK。 さあ、味方結構内地してくれてたりするので私はねこの試合発電機に集中しておりません。ただ1回ぐらいはスカルマーチャントとチェイスはしたいかもしれない。味方救助には向かってくれてるよな。 OKOK。 固有がなんかねまーちゃんの能力が発動してるっぽいな。どういう能力なんやろうな。あ、ワンパン食らった、もしかしてワンパンではない？さあこれで3台目がつく。おおおおお、まーちゃん来た。まーちゃん帰っていった。まーちゃん帰っていったけどほんまに一瞬だけ見えましたね。あ、これ上の階には何の影響もないんやね。下になんかねドローン設置してると、へえ、これ下に1個ドローン設置してるから、まーちゃん安心してるんちゃうか。ここ何の妨害もなく発電機回せちゃうぞ。おっと、オブセッションが移動した。なんやろ、まーちゃんのパワークですかね。はい、通電しました。ああ、ワンパンワンパンや、これは死ぬ。まーちゃんの能力普通に食らった。どうしたらいいの、どうしたらよかった。回してる時は何も食らわんかったのに、その後あれか、なんか縦線になったらそこから離れないとあかんかったんかな。いい、ありがとう。回復してもろって、ゲートがまだ開けれてないですね。私しかもゲートの位置見てなかったっていう、どうしよう。端っこから回り込んでゲート探しますか。ちょっとトーテム恵みますか。あ、メグさんがゲートを開けてくれてる、あの端っこね。ジェイクが割れちゃってる。ジェイクが脱出できるようにもう一個のゲートを見たい。メグさんが開けてるのはどこでしょう。うん、あっちか。あ、ジェイクもう救えなかった。はい普通に脱出するだけになってしまったぞ。どういうことなんやろうな。この中にいたらなんなんやろ。これはでもワンパン食らうだけやもんな。なんか他の能力について全然わかんないですね。ちょっと謎のまま終わってしまいました。はい、どうしよう。ちゃんとスカルマーチャントの説明読んだ方がいいかもしれん。このままやったらなんかわけもわからんまま、ただ発電機回すだけのゲームになってしまいそう。多分ね、スカルマーチャント使ってる本人もあんまり分かってない可能性はあると思いますけど、ちょっと今チャンスやから読んでみようか。スカルマーチャントのパーク、骨抜きの作用、生存者フックに吊るした便意、トークンを獲得する。ほう30秒間、どういうこと？生存者が治療する速度が治療の遅延パークね。うん、これが、これもフックに吊るすと発動する。次に破壊可能な壁またはパレットを破壊した際、32メートル以内の生存者が叫び声を上げ、そのオーラが4秒間。まあ、イタチみたいな感覚で使える索敵パークって感じ。でも破壊可能壁かパレットを壊さないとダメってことね。治療遅延、索敵で必要な狩り、オブセッションを追跡中にこの、あ、これさっき発動してたやつかな。発電機にダメージを与えたり壁やパレットを破壊すると 5% の迅速ステータスを10秒間得る。パレット破壊したり発電、とりあえずなんか蹴ればってことですね。そしたら 5% 迅速効果でもたった10秒間。でもまあ10秒間でも発電機蹴った時に離れてる距離ぐらいは埋めれるんかな。で最も長く追跡した生存者に通常攻撃を命中させるとオブセッションとなる。この効果がよくわからんな。まあオブセッションを移動させれるっていうパークですね。あ、そうでも珍しくキラー側のね、スピードを上げれるパークっていうのはなかなか珍しくて、もしかしたら強いのかもしれないですね。はい、ジェイクさんがねやられてしまいましたね。スカルマーチャントってもしかしたら第一村人になったら結構きつい系のキラーなんかもしれないですね。私この試合ずっと発電機触ってたんでめちゃくちゃ安全やったんですけど、まあ、ワンパンはね食らっちゃいましたけどね。あの状態、私じゃなかったらワンパン状態にすらならずにいけたかもしれないですね。はい、ムンスケの好きなユニバのアトラクションはスパイダーマンですということでね。あれ、ユニバのアトラクションの話してましたよね。ですね、ちなみにですけども、スーパーマリオのエリアは行ったことがないので、もしかしたらねマリオのエリアに行ったら好きなアトラクション変わってくるかもしれないですね。あとはね、こうスパイダーマンの中でこうね写真を撮ってもらえるんですけども、その撮るタイミングをね覚えてね、それまでこうメガネを 3D メガネをしてるんですけども、その写真を撮るタイミングが来たらねパッて外してね、そのカメラの方を向いてね、こうみんなメガネ姿の写真なのに自分だけメガネを外してるっていうねそういう写真を撮るっていうことに、ハマっていた、時代がありますね。はい、かなり昔なんですけどね。はいあと面白かったなーっていうアトラクションは期間限定でやってた、何やったかな、バイオハザードかなんかのリアル脱出ゲームですね。かなり難しかったんですけども結構頭使わされて面白かったですね。はい、またやってくれたらいいなと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アディオス。デッドバイデッドバイデデ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 ッドバイデッドバイ。Daylight